第一次上海事変。第一次上海事変は、1932年、昭和7年1月28日から3月3日に、かけて戦われた中華民国の上海共同疎開周辺で起きた、日中両軍の衝突である。海外では1.28事変、ジャニュアリ二28インシデントと呼称される。当時の上海市には、イギリス、アメリカ合衆国、大日本帝国、 イタリア王国などの国際共同疎開とフランス疎開からなる上海疎開が置かれていた。日本は北支線路及び二次公方面に約2万7000の在住民を有した。居留民の警護を目的とする各国軍が駐留していた。日本も海軍陸戦隊1000人を駐留させていた。この時、共同疎開の防衛委員会は義勇軍、資産次会会長、 警視総監の他に、疎開設置国各軍の司令官によって構成されていた。上海という地域では、日本軍に取り強襲しなければ達成できない目標というものが二つあった。一つは、サスーン財閥の麻薬利権を奪取することである。作戦後は、実際に、里見機関などができて、軍事費の調達に貢献した。もう一つは通信網の掌握である。 南下する途中において、上海手前までは、大き電信会社だけに注意しておけばよかったが、さらに南は、ケーブルワイヤレスの権益が及ぶ地域であった。上海事変を知った JP モルガンのトーマスラモンとは、森健吾へ次のように書いている。上海事変は全てを変えました。日本に対して、何年もかかって築き上げられた行為は、数週間にして消失しました。 事変の起きる前の日本と列強との関係について、大隅峰尾海軍大臣は、上海事件の起こる前における日本と各国との関係はすこぶる良好にして、すなわち、居留地外は、上海市長補鉄城の支配圏内にありも、居留地内は、公部局が行政権を握り、その執行機関たる三次会員は、外人九名、品人五名をもって組織せるものなるが、 各国人もあらかじめ、品川の横暴なることを熟知し、日本に対し同情せり、と発言した。前年の1931年の6月15日には、が、上海疎開で、太平洋地域のプロフィンテルン支部の連絡役である、イレール・ヌーランを逮捕して、日本の警察にも情報を渡していた。収された文書には、国民政府の軍隊内に、共産党の細胞を植え付け、 その戦闘力を弱めることが最も必要だと記されていた。1932年、上海市郊外に最低の率いる19素寺軍の一部、第78市が現れた。19素寺軍は3個師団、第60市、第61市、第78市からなり、兵力は3万人以上である。19素寺軍は、厚生省での興軍との戦闘で損亡し、 再編成のために南京、鎮鉱、蘇州、上州、上海付近に駐留した。日本は防衛体制強化のため上海に十数隻の艦隊を派遣した。また、住民の生命や財産を守るためとして高校に隣接する中国領を必要に応じて占領する意図を明言していた。共同疎開の資産次会にとっては日本軍の動きより 市外の外に野営する十九素事軍の方が重要だった。十九素事軍は5年前にあった上海クーデターにおける国民党軍を思い起こさせた。最低は給与が支給されるまでは去らないと通告した。しかし最低の目的は未払いの給与の支払いだけではなく繁栄を極めていた上海の町を手に入れようとしているというのが共同組解防委員会の全員の意見だった。 満州事変勃発直後の9月22日、上海で、抗日大会が開催され、上海抗日旧国連合会が組織され、1、国民政府に対し軍事動員して、日本軍を駆逐し、占領地を回復する、要要請する、2、総工会及び失業者で、旧国義勇軍を組織する、3、日本からの水害遺問品を返還する、4、対日経済関係を断つ、 違反者があれば撲殺することを決議した日本資本の宝石工場で就労拒否が拡大し大社が続出した。9月24日に上海の200労働者3万5000人が26日には郵便、水道、電気、宝石、比較など約100の労働組合がストライキを観行した。疎開には抗日ポスターが貼られ、 学生や労働者による集会が頻繁に開催されて、打倒日本帝国主義が叫ばれ、日本人通学児童への投石事件も相次ぎ、学校は授業短縮や休校を余儀なくされた。さらに、10月13日、上海抗日旧国連合会は、1、日課を買わず、売らず、運ばず、持ちいず、1、原料及び一切の物品を日本人に供給せず、 1. 1日本船に乗らず、値上げせず、罪にせず。1. 日本銀行紙幣を受け取らず、取引せず。1. 日本人と共同せず、日本人に雇われず。1. 日本新聞に広告せず、中国紙に日課の広告を載せず。1. 日本人と応対せず、以上の規定に違反するものは。1. まず、公日旧国会に懲戒委員会を設置する。1. 違反者の罪重きものは、 カンカンとして極刑に処す。1、懲戒は、貨物没収、財産没収、公金の上さらす、町を引き回す、カンカン服、三角棒の着用、財名を記した布を胸につける、を決定し、日下検査隊が組織され、日下を扱った中国商人は容赦なく処罰された。上海日本商工会議所は、締原基十郎外相に抗議電報を送り、十月七日、 重光青井おい講師は国民政府に抗議文を施行したが、廃日課運動は継続し日課の輸入は激減した。在課防ではストライキでしばしば創業が停止し、1931年末には在課防の工場の約9割が閉鎖され、内外面の工場と社宅が群衆に包囲され、海軍陸戦隊と後部局巡警が出動する事件も発生した。日本政府は 巨留民に引き上げを勧告し、不助死など一時帰国者が増加した。日本商工会議所は、市で原外省に抗議し、巨留民団は、日本人クラブや日本人学校で、たびたび抗議大会を開催した。1月8日に、東京で、朝鮮人、李笹熊さんが天皇を暗殺しようとした、桜田門事件に関し、1月9日、上海の国民党機関紙は、不幸にしてわずかに、 福車を、作区と報道した。日本人居留民は憤慨し、上海総領事、村井倉松は記事について、上海市長御鉄城に抗議した。1月18日午後4時頃、宅発官業で、幼稚裏を回っていた日蓮宗系の日本、山妙法寺上海不況主任店、佐き慶のボルト、水上秀夫の僧侶2名と、新都3名の、計5名の日本人が、 タオル工場付近の馬玉山寺で50から60名の中国人により襲撃され、水上が疎開内の外国人経営病院に収容された後24日に死亡し、転先が全治6ヶ月、後藤が全治1年の重傷を負った。日本の外務省庁所によると300人以上が襲撃に参加したという。18日、村井倉松上海総領事から、 お鉄城上海市長に対し謝罪要求などがなされ、27日に最後通帳が出され、28日に日本側の要求が承認された。当時の上海公使館府陸軍武官補田中隆吉は、1931年10月初頭、板垣聖司郎大佐に、列国の注意をそらすため上海で事件を起こすよう依頼され、その計画に従って自分が、 中国人を買収し僧侶を襲わせたと1956年になって証言した田中隆吉と事件を共謀した川島義子の実米である愛深攫羅県も戦後に田中隆吉と川島義子が僧侶を襲撃するように日本人を先導し事件を引き起こしたと証言している。また歴史学者エドウィン・ホイトはその5人が軍国主義を認め特に事件を起こすために 上海に行ったと記述している。1月19日から20日にかけての深夜、日本青年同士会の32人が、僧侶たちを追い出した職工たちの会社であり、抗日運動の拠点として知られていた、三友ミノル業者タオル工場の物置小屋に放火し、その帰路、1月20日未明、東0日傍付近で、共同疎開公部局警察の中国人巡警2名の追加を受けると、 純慶2名を威嚇して交番まで追跡し、林、青字付近で応援の中国人純慶2名と乱闘になった。青年同士会の柳瀬松十郎が射殺され即死し、北辻拓南寺と森正信が重傷を負った。また、純慶1名が残殺され、1名が重傷を負った。1月20日、民国日報は、三遊実業者タオル工場襲撃を、 日本海軍陸戦隊が支援したという根拠のない報道をした。第一県外艦隊司令官、塩沢光一少将と民国日報との間の論争で、公部局は1月9日の民国日報の府警記事、及び同月18日の日連州僧侶等に対する公日会の暴行事件についても、公部局は民国日報の閉鎖。 公日会の解散を決議し、26日に民国日報は会社の自発的閉鎖を決定した。同日午後、日本人居留民は日本人クラブで大会を開き、日本人総領襲撃と新聞報道に対する憤りを表明し、大会参加者の約半数が日本総領事館と海軍陸戦隊司令部に更新した。月日、村井総領事は、 クレ市長に対し僧侶殺害に関し、1、市長による公式謝罪、2、襲撃者の逮捕と処罰、3、負傷者と死亡した僧侶の家族に対する治療費の保障と賠償、4、すべての公日独立組織の即時解散の4項目を要求した。1月22日、日本は巡洋艦2隻、空母1隻、駆逐艦12隻、 925名の陸戦隊員を上海に派遣して、村井総領事と呉市長の交渉を有利に進めようとした。1月27日、呉市長は最初の3項目を受諾したが、第4項に関しては政府と相談するため30日までの公式回答の猶予を要請した。村井総領事は海軍に押され、28日午後6時までに、 満足のいく回答が得られない場合、必要と考えられる手段を行使すると通告した。1月28日午後3時、クレ市長はすべての要求を重諾した。しかし、上海の日本人居留民は満足せず、完全な興奮状態にあり、中国人も、シナの回答千円中民上は日に日に悪化し、クレ市長が日本の要求を入れたることを聞くや、これを憤慨したる。 多数の学生等退去して、市役所を襲わして暴行し、公安隊の巡警は逃亡するのありさまにて、シナの避難民は続々として、我が居留地に入り来たり、仏上騒然たるという状況であったという。1月26日には、中国当局の会厳で布告。1月27日、日本を含む列国は、協議を行い、共同疎開内を列国で分担して警備することを、 決めた。1月28日、上海市産自会の非常事態宣言、戒厳令がされ、列国の軍隊は1月28日、午後5時より、各自の担当警備区域に着いた。日本軍は、最も利害関係のある北支線路及び、二次候方面の警備に当たることとなった。当時の日本の兵力は、我が陸戦隊は、当時1000人に過ぎざりしをもって、9時半頃さらに、 軍艦より1700名を上陸せしめ、合計2700名という状況であった。大隅海軍大臣によると、1月28日午後に、最初の軍事衝突が発生し、翌日にかけての夜間に戦闘が続いた。その詳細は、北四線の両側の和が警備区域の部署に掴むとする、際、突然側面より、品兵の射撃を受け、 たちまち九十四名の死傷者を出すに至れり。いて、直に、土納鉄条網を持って、これに対する防御工事を施せり。元来、これらの陸戦隊を配備したるは、学生、労働者等、暴民の侵入を防止するが目的にして、警察官援助に過ぎざり行き。しかるに、翌朝に至り前夜我が兵を攻撃したるは、シナの正規兵にして、関東の十九素地軍なること判明せり。 という。日本の海軍省によると、日本側からの先制攻撃ではなかったことが強調されている。すなわち、我が司令官は、陸戦隊の担任区域が、品軍と接するので不慮の衝突を避けるため、陸戦隊を配備につけるに、先地、港北方,方面に集結した品軍隊の敵対施設を、即に撤退することを要望する、胸の声明を前もって発表し、かつ、 これを、上海市長等に通告する、等新長州等なる手段を尽くしたのある。さらにまた陸戦隊の配備につくにあたっては、あらかじめ指揮官から敵が攻撃に出ざる限り我より進んで、攻撃行動を取るべからざる命令をも与えているので、ある。としている。また、海軍省は、19素事軍は南京政府の統制に服するものではない。今回の上海事変は、 反政府の関東派及び共産党等が、第十九素事軍を思想して弱気せしめたるものと言うべきである。このごとく、品特有の内蔵に基づき、現政府に服しておらぬ無節制な特殊の軍隊が、軍機厳粛なる、帝国陸戦隊に対し、国際都市たる上海において挑戦し疎開の安寧を、脅かしていることは、実に、世界の公的と言うべきであって、我は、決して、 シナ国を敵として戦っているものではなく、この第十九素地軍のような公敵に対して自衛手段を取っているに過ぎない。として正当であると訴えている。軍事衝突発生を受けて、日本海軍は、第三艦隊の巡洋艦7隻、平戸、天竜、津島、中、阿武熊、由良、夕張、駆逐艦20隻、航空母艦2隻、加賀、宝生及び、 陸戦隊約7000人を上海に派遣することとして、これが1月31日に到着する。さらに、日本政府、犬飼竹市内閣は2月2日に、金沢第9師団、師団長、上田県地陸軍中将及び混成第24旅団、久留米第12師団の不評、第24旅団を機関とする部隊の発見を決定した。これに対して、国民党軍は、 第87市、第88市、税系団、共同団を第5軍、指揮官、長を治む中として2月16日に上海の作戦に加わる。2月18日に日本側の第9市団長はさらなる軍事衝突を避けるために列国疎開から中国側へ19素事軍が 20km 撤退すべきことを要求した。 しかし19素事軍を率いる最低がこの要求を拒否したため2月20日に日本軍は総攻撃を開始した日中両軍の戦闘は激烈を極めた日本軍は大隊長空間小陸軍少佐陸士22機が重傷を負い中国軍の捕虜となり南京へ連行された3月に少佐は日本軍に送還されたが3月28日に 戦場後へ戻り自決。また、混成第十四旅団の公平ら、肉団三勇士の戦士などがあった。二月二十三日に、日本陸軍は、全通寺第十一師団及び、宇都宮第十四師団等をもって、上海派遣軍、司令官、白川義則大将、三望長、田代寛一郎少将,将を編成し、上海へ派遣した。三月一日に、 第11師団が国民党軍の背後に上陸し、7両高上陸作戦、最低が率いる19素地軍は退却を開始した。日本軍は3月3日に戦闘の中止を宣言した。一連の戦闘を通じて、日本側の戦死者は769名、負傷2322名、中国軍の戦死者4086名、負傷9484名、 行方不明七百五十六名。中国側住民の死者は、上海死者会局が三月六日に六千八0人、負傷二千人、行方不明一万四千人と発表した。この戦闘では、日本海軍の正規空母が初めて実戦に参加した、赤が航空隊に撃墜されたロバートショート注意を、はじめとするアメリカ対駅軍人が、中国軍パイロットとして、 日本軍と戦闘を行っていることについて、村井上海総領事は、アメリカ総領事に抗議を行った。アメリカ政府は、日本政府に対して、中国は、違い法権により、アメリカの司法権が及ぶところであるので、アメリカ陸軍予備役規定により、外国の軍務に服する者はその資格が剥奪されると、とも金庫三年、または、罰金千ドルの刑に該当する、胸の回答をした。 BRBR BR また、戦闘開始後に、日本人居留民の間で自警団が組織され、銃や刀で武装し、検問が実施された。彼らは、便衣隊狩りの名目で、中国人10人を捕まえて、陸戦隊に引き渡したり、自ら監禁、処刑するなどの行動に出た。海軍軍令部はその状況を、長期の排日、抗日によりて、月光動揺せる。 在留法人は、さらに便移体に対する不安のために液平成を失い、ついに強硬状態となり、流言貧品として停止するところを知らず、はじめ時計団を組織して、便移体に備えたりしたが、その行為上況を失し、便移体以外の品人をもこれを残殺するの傾向を、検出し、かつ陸戦隊にありても、巨流民のことを信じて過ぎてる処分を行う者を、生じたると記録している。 重光みつい講師は2月2日付で、吉沢賢吉外相に宛てて、彼らの行動は、弁異体に対する恐怖と共にあたかも大地震当時の、時刑団の朝鮮人に対する態度と、同様なるものがあり、シナ人に対して、弁異体の権威をもって処刑せられたる者数百に、達するもののごとく、中には、外国人も混入しおり将来の面倒なる事態を、予想せしむ、ために、 シナ人外国人は恐怖状態にあり、と書いている。上海戦に対する英米など列強の反応は満州事変に比べてはるかに強硬であった。これは上海をはじめとする渦中における列国の利権が脅かされたためである。そして5月5日には日本軍の撤退及び中国軍の中平制限区域、歩道、蘇州河南岸を定めた。 停戦協定が成立した、上海停戦協定。停戦交渉中の4月29日に、上海日本人街の高校公園で行われた、店長接祝が式典に際して、朝鮮人のイン歩ウキツが爆弾を爆発させて、白川義則大将、川端定次上海日本人、居留民団行政委員長が死亡し、野村義三郎中将、上田健吉中将、 村井倉松総領事、重光葵講師らが重傷を負った、上海天調節爆弾事件。1935年には、上海共同組会内で、中山水平射殺事件が起きた。当時の日本の新聞は、日本を利用して、小解析政権の転覆を図ろうとする、勢力によって起こされたとしている。1936年にも日本水平射殺事件が、 引き起こされた。1937年には大山伊沢海軍中尉、当時殺害事件が起き、それに続く中国政府軍による上海攻撃で日中両軍は全面戦争に突入する第二次上海事変が勃発することとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。